ゼースハウプとは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のバイルハイムショーンガウ、軍に属す、町村。この町は、イッフェルドルフと共に、ゼースハウプと行政共同体を形成している。ビューツーザストハーノイベールガーシーゼースハウプとは、オーバーラント地方、シュタルンベルク湖の南に位置する。町内には、シテヒコイカのオスター湖群やフレッヒエン湖がある。この町は、 公式には18の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。カール・シュピッツベック作、ゼースハウプトに到着ゼースハウプトは740年に、初めて文献上に記録されたと自称している。1803年の世俗化までゼースハウプトの住民は、周囲を取り囲む、修道院、ポリンク修道院、ベルンディート修道院、 ベネディクト・ボイエルン修道院、ボイエルベルク修道院、ハーバッハ修道院に依存していた。ゼースハウプトは、バイエルン選定綱領のミュンヘン会計局及び、バイルハイム地方裁判所に属した。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令により現在の自治体が成立した。第二次世界大戦末期の1945年4月30日に、 ダッハウ強制収容所から3000人の収容者を疎開させるための鉄道がこの町で停車させられ、アメリカ軍によって解放された。移送中の収容者のうち92人が虐待を受けて亡くなりこの町に埋葬された。その50年後の1995年4月30日に鉄道沿いに記念碑が混流された。毎年4月30日にはここで記念祭が開催される。 1978年の市町村再編によりそれまで独立した自治体であったマクネツリーとイエンハウゼンが合併した。フリードリヒ・エゴルトは2020年5月1日からこの町の町長を務めている。この町の議会は14議席からなる。セイミヒアイル協会のバイクレオルガンオスター湖群。画面上の大きな湖はシュタルンベルク湖。ありがとうございます。